お疲れです。無比系の島津と川田です。森山です。黒田です。はい、今日の企画は何ですか？今日の企画は何ですか？あれ持ち込み者が持ち込んできたのに。嘘やろ。まあ今日の企画はまあ、はい、みんながどれだけ俺らのことを知っているかっていうね、まあチャレンジですね。あ、こっちに来てください。クイズですかこれ。なるほど。そうですね。お互いの理解度的な。まあ、はい、ここの先にトロッコで乗っていってもらったら問題があるんで。まあネプリーグのパクリっすね。ああ、はい、ネプリーグのトロッコ。ああなるほどね。よく見るあれじゃないですかこれは。よく見る。まあそれをね、まあ各自にちょっと協力してもらって問題出してもらったんで、はい、他の3人についてどんだけみんなが知っとるかっていうのをやっていくことあ、まあ余裕っすね。ああなるほどね。友達でもバレる。そうだ、やべえや。あいつも俺らのフラグ知り合いでバレるやばい。あ、俺らはもしビジネスフレンドやったもしかして。ビジネスフレンド。全然ビジネスライクやけんな俺ら。ほとんどやって。まあというわけで早速やっていきましょう。で、はい、まあ最初は黒田さんからじゃあ。ああいきなり俺。はいはい。オッケー。もうちょっと漢字じゃあ掴んでいきますわ。じゃあ早速黒田さんお願いします。じゃあ行きます。はーい。いってらっしゃーい。いらっしゃーい。ゴー。じゃあなー。じゃあなー。お、森山の高校時代できなかったことは、懸垂リボン結び。これは俺の知ってるやつやから。いやいや、もうね。わかる。いや、これはさ、もうサービス問題じゃん、普通に。そうそう。どっちだ？あ、こっち側に。あ、マジよか、お前。やべ。やべ、ネタバレないです。あ、まあ、やべ。よし、もらいに帰ろう。あれ、もらいに帰っちゃう。くれ、予備もくれ。何個かいるかもな。降りてないよ、お前マジで。予備あの降りたね、見えんだよね。まあ見えんか、どっちに入ってた。オッケー。オッケー。もう、まあ、でもこれはもうね、めちゃめちゃ簡単よ。これがやけん、こっちね。まあ、もう森山は、懸垂。広がりで有名やけど。広がりやけど。俺はマジ森山がね、懸垂できてると思え。まあ想像できんよね、俺が懸垂してるから。でもね、やっぱね、うん、やっぱ意外とね、手先が器用なことあるけど、リボン無線できるやろうってことで。はいはい。余裕、もうこれはね、まあ、余裕。まあ、お前がそう思うならそうなんでしょう。お前がそう思う、なあそれ。え、おる、なんかおるなあ。はい、アウト。はい、アウト。知らなかったのかもしれない。あら？知識問題だろ、これは。あれ？早速、間違えた。あれれもしかして俺がリボン結びできると思っちゃった、もしかして高校時代。思ったな。やばすぎる、できねえの。思ったなっていうか。逆になんでできんねん、なんでできんの、楽しい。なんかね、いつもお母さんに結んでもらってましたよ、お前。そう。結んでって言ったよ。やばいよ、お母さんに。おい、かわいい。わじゃあねー。テイク2。やっぱ先に、もう先にゴールで待ってるぜ。いや衝撃やの、アリボ結びはすごいの。そう。お前高校の頃テント結びよってどうしよったん？あ、テントは。ああ、なんか。はい。はい。島津の中学の部活は、サッカー部、バスケ部。ボールを相手のゴールにシュート常識問題、さすがにこれは。これはもう、さすがに。ちょっと待って、マジさ、見え！いや、ちゃんとあっとんじゃないの？それじゃん。あっと？行きたい方向に行くんじゃないの？行きたい方向にレバーがあるわ。オッケー。それで覚えればいい。バスケ部です、絶対に。さすがにバスケ部、これは。俺がバスケ部？さすがにバスケ部。やった記憶ないの？やった記憶ない。まあ余裕っすね。まあ余裕っす。まあちょっとここら辺が難しくなるかもね。川田の黒歴史は、え？架空請求に半泣きになりながら電話した。隣の家を自分の家と勘違いして泥棒だと叫び通報した。これどっちも面白いんやけどこれ。え？どういう
自分の家と勘違いしちゃった。いや、むずいねこれ。それを泥棒だって叫びっやけ、隣の家の人ってことやろこれ。やばいなこれ。やばーこれ。これやばいね。両方やばいけどね。両方やばいこれは。どっちやろ。まあどっちやろ。でもね、川田がやりそうだろ。俺、架空請求に半泣きになりながら電話したやね。あ、そっちなんだ。俺はそっちだと思う。あ、こっちやね。はい。はい。いや、でも待てよ。ファイナルアンサー？いや。ごめん、やっぱでもここはやっぱ自分を信じて、俺は間違うということを信じてこっちにしよう。隣の家の実態の家を自分の家と勘違いして泥棒だって叫び通報した。これです。え、後ろに進む。前失われ。はい。絶対こっちです。あれ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 ちげえよ。お前さすがにそんなことないよな、そりゃな。うっそー。いや、俺こっちと思ったけど、俺もなんかこっちの気がしないけど。ありそうなのこっちなんよな、マジで。いや、でも架空請求の方がありそうやなと思ったよ、俺は。いや、架空請求あるか。え、そんなことある。いや、架空請求、人間誰しも架空請求に引っかかるもんじゃないですか。いや、引っかかるもんなのか。引っかかったことない。いやいや、小学生の時に架空請求の来て、あ、これやべえと思って電話して、ヤクザのおじちゃんに、マジすいません、許してくださいって言った。衝撃エピソードやな、マジで。あれマジ終わったと思った。もう2回間違ったわけんな。まあ、ラスト1期かな。ラスト1期。またあ、やばいやばい、行くよ行くよ行くよ。下がれ下がれ下がれ。止めろ。降りろ降りろ。はいはい。で、番号は、はい、変えて、はい、こっちね。はい、式に合わせ、架空請求、架空請求に引っかかったと。まあやりますそりゃ。え、あべこれミス。オープレイオープレイ。はいはい、式に直し、何回やり直したの。はい、よし、帰ってきました。はい、じゃあ次が最終問題ですね。最終問題一番むずいって多分黒雰囲気ある、最終問題はなんだこれ。先生、これここレバーがねえっす。先生これ菊池風磨にしか行く道がない。自分が思う方をどうぞ。いいんすか。ああ、これ間違い、あれ、これ間違い違うもん。どう思っとうかやね。どっちがあるかってことだね。まあそう。まあ俺2位だし、明らかに似てる方や、ね、2位だしね、俺。まあまあ明らかに似てる方は、明らかに似てる方は、ね、絶対ね、もういやもうそんなさ、さすがに変わりすぎやけんな。クジクーマとか絶対ないもんな、マジで。ありえんもんな、そんな。え、これいくかこれ。あれこれなんかねえぞ、このおーし、乗った、あぶねー、いけ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 、いや余裕っすわ。なんどれあぶねーあぶねー、家族が変わり、いけここ登るのに努力がいる、このレール。あ、なんかしかレールがない。あれ、これは正解、これは正解なのか、これは。おっしゃー、正解じゃねえよ。あざーす。よかった。次、森山さんということで。はい、森山さん。いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、森山さん。Let's go。それお前らの問題ってわかる、そりゃ。黒田の好きな映画は、ホラー、アクション。あー、なるほどな。はい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 。どっちやろうね。え、賞味知らんのよね。賞味知らんのよね。これは、いや、まあ、黒だったらまあ、俺はあれ、ホラーと思うんだよ。おぉ。こうね。危ない、うん。が、ホラー。ホラーでいきます。おぉ、おぉ、おぉ、正解。正解か、あー、正解っすね。おぉ、まあ。はい。あ、また。危ない。じゃあ第2問は、はい、島津の小さい頃の夢は内閣総理大臣、メンタリスト。
はい。え？なんだお前ら聞け、静かにせい。男一匹が命をかけて職員に訴えかけている。なんか聞き、なんか聞き終わらない。なんでやったっけ、これ。なんだこれは。これは三島由紀夫っすね。あ、わかるか。三島由紀夫か、これ。わかんねえ。え、これ。待って。はい、どっちでもありそうだけど、これ。まあ、でも、これはね、賞味はわかんないよね。俺はね、賞味、多分こっちじゃないかなと思うのあるな。こいつが内閣総理大臣を目指すことに俺はこのエピソードで言うと、そうないよね、なんか、ああその授業参観で、うん、その時親のいる前で俺言いました俺これ。あ、僕はこれ言いますって。親の前でメンタリストって言う？確かに親の前でメンタリストは言わんな。いやでも島津やけな、なんかもう大見えて嘘だよね、メンタリストです。いやでもな、だからそう言われてるとなんか内閣総理大臣の気がしてきた。いやちょっとシャニ構えてメンタリストですか言ってそうな気もせんでもない。いやそうだよ、ちょっとカッコつけてね。いやこれどうだろう、悩むね。いや俺はメンタリストですよ。じゃあメンタリストいきますか。いきます、いってらっしゃい。いってきます。だからメンタリスト選べお前。ダメでした。違いますね。違いましたね。内閣総理大臣やったか。内閣総理大臣ですね。僕の夢は今でも変わってません。今でも変わってないんや。あ、ここもしかして振り付けは足がかり。足がかり。足がかりやな、これは。オッケーオッケー。危ない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 。さてと、次の問題何か。次は黒だかな。黒だ問題。黒だ問題。あ、あれ？ちょっと待って。トラップっすね。ちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。走れ走れ走れ。走れ走れ。すげえ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 。補修班補修班。補修班補修班急げ。補修しろ線路。どうぞ。はい。ああ、今勢いやばっ。補修班壊してるって。補修班力あんまりすぎ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ありがとうございます、補修班。助かります。はい、次の問題。黒田の性癖は、メガネ、お兄さん。キモい。キモいとか言うな、お前。これどっちでも嫌だこれ。え、待って、この兄だよ。俺メガネやったらガチでやばいと思ったけど、なんだそれ。関係ないじゃん。メガネ人関係ない。メガネが好きってことだろって。一定数のあるよ。メガネっ子が好きってことでしょこれは。メガネ。そう、メガネ好きだと誰でもいいってことだろ。そうなったら。これやばいな。そういうことではないな。メガネつけてがいいんでしょってなんだよ、そうなんだろう。いやいやそういうことだよ、やっぱ理想と現実は違うけど、別にメガネつけてなくてもいいかもしれんやん。まあ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 、そうですね。そうそう。いや、お姉さんもお姉さんじゃなくてもいい。性癖じゃないよ、これ。メガネ性癖じゃない。いや違う違う、メガネで興奮しようかもしれん。メガネで興奮するってやばい。ムキムキしてやした。物に興奮する。メガネに興奮するかもしれん。やばいよ、それやったろ、こいつ。あ、どっちの森山、当ててみろ。お姉さんです、これは。これとお姉さん好きそう。お姉さんすか。いやー。好きそうな気がする。まあ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 。まあ、どうかな。森山の大会とはその程度ってことっすね。そうか。え、嘘でしょ、お前。メガネっ子好きか、お前。いや、メガネ好きでしょ。メガネさすがおかしいでしょ。メガネ好きはおかしいでしょ。おかしいでしょ。タイプ正義じゃないからね、絶対に。正味なんか、メガネもあるかなと思ったけど。メガネはないやろ。いや、こいつやけんな。いや、おかしいんだよ、ほんとに。ほんとにおかしいんだよな。あれ、じゃあメガネってことで。はい、最終問題。えい。頑張れー。やばいな、今のところ結構間違えてるの。何問題だ。おっ、あっ、あつかろと別れた理由は。
うえ、身長が小さすぎて視認できなくなって遠距離になってから。あれあれ、おい殺すぞこの問題作ったやつ。あれ20日の問題炎上するって。もうこういうの本当にお前、あ彼女持っちゃったんか。もうそっか、あバレてしまったか。彼女と別れた理由やけん。別れた理由別れた理由やけん。別れた理由、ね、彼女にも非があるわ。やばあ、まあ、死人できなくなったやつちょっとね。なくはないかも。いや、なくはないよ。なくはないかも。まあまあ、なくはないね。まあ、なくはないよな。時々見失うもん、俺も。時々見失う。あれどこ行ったっけ、あれどこ行ったっけってなって。ああ、これどうしようかな、俺。どうしようかな。これちょっとね、きつすぎるんだよ。どうしようかな。俺はもうやっぱほら、うん、俺は出張したいよな。うん、出張したいよな、俺。うん、そうやな。うん、そうやな。そうやな。よし、そうやな、やっぱ。ミスターな実況者魂よ。実況者魂。いや、お前、身長小さい、これ間違ったら俺、泣くかもしれん。俺も涙が出そうだよ。俺は、俺、泣きそうだよ。おらぁ死なねんかい。残念。あれ俺三問ミスっすか。俺三問ミスですね。はい、じゃあどうぞ。最後島さんお願いします。はい、お取りお願いします。行ってきます。まあ一番多分島さんは一番簡単かな。問題的に一番簡単っすか。一番簡単。まあ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 俺が全員知ってますから、全員のことをね。リーダーだよ、リーダー。リーダーって答えられていけ。なるほどね。そんな個性あふれるみんなをねまとめとんでね。行ってきまーす。まとまってるかな。まとまってるかとかちょっとだいぶ疑問。まとまってるかと言われれば微妙だけど。森山の女性経験は0人おは50人。なぜだ。ごめんなしまず。このフローは縦乗りなんだ。ああ、まあ経験、女性経験か。まあお前ならわかる。まあ何を捉えるかね、女性経験をね。あ、女性経験を何と捉えるか。あ、そう、何捉えるかよね。まあ女性、まあ、話しただけで女性経験。話した人数が50人かもしれんし。あ、少な。だからもう目が合った数かもしれんし。そう、そうね。目が合った数50では全然ありえない。自分が女性と認識した人数かもしれん、今まで。あ、なるほどね。男でも女性と認識すればそれは女性経験だ。50人少なすぎるでしょ。いやでもちょっと。ちょっとやっぱ真面目に行こうかな、ここは。真面目に。真面目に。最後。0人でいきます。はい。0人です。0これいいんか、これ。0やったら。真面目でいいんか。これが正解です。正解でした。よし。いやもう言った通り、何を0と捉えるかよ。なんで行く。ああ、降りろ。トロコお願いします。トロコ。トロコ持っていこう。はい、トロコ、トロコハン、トロコハン。トロコハン。はい。はい。あぶね。はい。ってことはで、2問目が、黒田のお尻に入ったものとは。え、お尻見たことある。もう、消して入れた。こいつ。お前、もう、どういうしてたんか、お前。あぶやばすぎやろ、こいつ。でも、ぶどう入れたら多分やばいっしょ。結構でかいもん、ぶどうって。うん。あ、ちっちゃいピーナッツも、いや、ピーナッツも大概でかい。大概、痛いやろ。大概やな。うん、痛いよ。硬いしな、ピーナッツは。いや、でも、ピーナッツはね、入りそうな感じあるんだよな。笑え、ピーナッツはお前だって、濡れてないけんね。でも、ぶどうってあるじゃん、多分潰れるやん。ぶどう果汁がある。果汁潰れるけん。潰れるけん、入れやすい可能性がある。確かに、入れた後に潰れたかもしれん。いや、気持ち悪い。気持ち悪い。うわあいつはやむバカお前。動画できんってこれ。ざってんだマジ。お前らさっき下ネタしかねえじゃん。問題が全部。じゃあ俺ピーナッツ行こうかな。ピーナッツがありやすい。ピーナッツね。ピーナッツっぽいよなこれな。ピーナッツ行きます。どうだこれ。どうだ。頼むぞ。どうだどうだ。なんかいる。なんかおる。なんかおる。行け行け、お前も行け。お正解っぽい。おお正解っぽい。よし正解や。知っとるね、ピーナッツ入れたいな。知ってましたもん。保育園の ピーナッツ保育園の頃に友達に入れられました。なんか昨日知らんときたけど。島津は S か M か。M どっちでしょう。
え俺な俺普段は S なんだよね俺。なるほどね。でもね、俺やるのは M の方が好きだから。ああええ、俺やられたい派だから。ああじゃあもう M です。なるほどね。なるほどね。そうなんですよ。なんだこれ、なんだ。おお両方いかんったよ。お前の新しい性格。ああ M なんだ。へえ。森山の秘密にしていたこととは。俺これ ASMR 愛好家キャバクラでく、え、なんて書いてある。キャバクラグルイである。キャバクラグルイである。でもキャバクラ行ったことないでしょ、森山とか多分。いやいやいや、あるの逆に。え、でもなんかこいつそういうの内緒にそうじゃない、ちょっと。え、そうや、言わんけ。話そう、言わんよ、こういうのは大体言わんよ。行ったところで、これでも、どう、女性経験ゼロでしょ。いや、女性経験とキャバクラ別じゃん。いやまあそうだけど、こんなグレイってことは多分なんかしそうと思うよ。いや逆に女の子と普段話せんけんね。そう逆にキャバクラでキャバクラで話しまくるかも。こじらせて。お前それキャバクラ行くやつ責任回したら。そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃないっすよ。キャバクラはじゃあ行ったことあるんだ、はい、まあどうだね、お前がどう思うか、どう思うか。いやまあまあまあキャバクラの一つや二つ行くでしょ。まあね、でも森山キャバクラ狂いであると。はい。じゃこっちも行きましょう。はい。はい、そこで行ったことなかったらちょっとやばいよ。問題よ。行かせないけん。行かせないけん。これが正解でしょう。さあ、どっちでしょうか。どっちだ。大断念だ。俺、これは知ってました。残念。キャバクラは行ったことないです。ガールズバーには行ったことあります。あるんかい、ガールズバー。ガールズバーはある。これ引っ掛け問題です、これは。楽しい、ガールズバー。ガールズバー楽しい、バッテリー。じゃあ罰ゲームですかね、これは。じゃあ、あれ、森山さんの、まあ、俺間違え、一番間違えたのが、まあどうする、二人にやってもらうか。二人でいいんじゃないですか、これは。二人ともなんか罰ゲームしてもらおうか。え、なんで罰ゲーム、俺あったのに、なんで俺あったの俺会っとったのに罰ゲームはいいな、って合ってるんで。いや絶対合ってるんで。くどいっす。いやくどいっす。なるこいつ。おいこいつ、自分がクッキーって言われたら根に持っとった。めっちゃ根に持っとった。他にとんかあるの。こういうやつに権力を出したら絶対ダメ。何でしょうか、何がいい、何がやりたい、何がやりたい。いやそれ俺らに言われてもな。え、何がやりたい、やりたいんだよ。配信やっぱり。配信は罰ゲームと言うに、そういう2人で配信の方がいいよ。何の配信するかによるんだ、それは。あーじゃあ、なんか、ギャルゲーとかどう？ギャルゲー2人で攻略させる。あ、めっちゃいいやん。俺もしたいな、それ。ダメ。罰ゲームじゃない。じゃあ、生配信で、ちょっと、アカペラ歌おうかな。ああ歌ってみた、歌ってみた、2人でマジで言っとる。しかもアカペラだ。アカペラです。音源ダメなんで。音源ダメ。配信アカペラでいきましょうかね。じゃあ配信でね。マジかよ、配信で。やだ、アカペラ1人ずつ。アカペラはしんどい。1人ずつ。あ、もうハモリすらダメ。ハモリできないんだって。配信やけど。いや練習してくれよ。練習せないけんな。結構きついな、俺マジで嫌ないけど。だいぶきついんやけどこれ。結構きついで。なんか誰も幸せにならんぞこれ。いやいや、楽しみです。間違いない、楽しみです。全然楽しくないわマジで。じゃあ後日、この動画上がった後、あの二人の歌ってみた配信が、うん、やったーやったー。嫌すぎる。クソったね、覚えてるお前のマジ。終わってるマジで。バイバイ森山さん。バイバイ。